と子と聖霊の御名によって、神の母聖マリア、あなたのご保護のもとに私たちは逃れます。試練のうちにある私たちの切なる願いを聞き入れてください。栄光と祝福に満ちた乙女マリア、聖マリア、私たちをあらゆる危険からお救いください。苦しみの神秘第一の黙想、イエス苦しみもだえる。ゲッセマネの園でイエスは苦しみもだえながらも最後まで御父の御旨に従うことを決意されます。ルカによる福音。イエスが最後の晩餐の部屋を出て、いつものようにオリーブ山に行かれると、弟子たちも従った。いつもの場所に来ると、イエスは弟子たちに、誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そして自分は石を投げて届くほどのところに離れ、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってください。すると天使が天から現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエズスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために、今の死を迎えるときも、お祈りください。アーメン。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエズスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎えるときもお祈りください。アーメン。栄光は父と子と聖霊に。初めのように、今もいつも世々に。アーメン。第二の黙想、イエス鞭打たれる。不正な裁判を受けたイエスは鞭打たれ、ペトロにも裏切られます。マルコによる福音。祭司長たちはバラバラの方を釈放してもらうように群衆を先導した。そこでピラトは改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあのものはどうしてほしいのかと言った。群衆はまた叫んだ。十字架につけろ。ピラトは言った。一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく、十字架につけろと叫び立てた。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。
アーメン。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女の血で祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女の血で祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も主を迎える時もお祈りください。アーメン。栄光は父と子と聖霊に。第三の黙想、イエス茨の冠をかぶせられる。イエスは死刑の宣告を受け、兵士たちのなぶり者になり、茨の冠をかぶせられます。ヨハネによる福音。そこでピラトはイエスを捕らえ、鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んで、イエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、そばにやってきては、ユダヤ人の王、万歳と言って平手で打った。ピラトはまた出てきて言った。見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私が、彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。イエスは茨の冠をかぶり、紫の服をつけて出てこられた。ピラトは、見よ、この男だ、と言った。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。栄光は父と子と聖霊に。第四の黙想、イエス十字架を担う。イエスは十字架を担い、群衆のあざけりの中をゴルゴタの丘に向かってお進みになります。ルカによる福音。人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせた。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。
天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。アーメン。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、お胎内の御子イエスも祝福されています。神の母は聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、お胎内の御子イエスも祝福されています。神の母は聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。栄光は父と子と聖霊に、初めのように今もいつも永遠に。アーメン。第五の黙想、イエス息を引き取る。十字架につけられたイエスは御父の御旨を果たして息を引き取られます。ルカによる福音。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。すでに昼の十二時ごろであった。全地は暗くなり、それが三時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、御胎内の御子イエスも祝福されています。神の母は聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、御胎内の御子イエスも祝福されています。神の母は聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。栄光は父と子と聖霊に、初めのように今もいつも永遠に。アーメン。サルベレジノAlte pramamus, ex ilex Kyrie, Alte sis
聖マリアの連願、主よ憐れんでください。キリスト憐れんでください。主よ憐れんでください。神の母聖マリア、救い主の母聖マリア、無限在の聖マリア、世の救いの協力者聖マリア、天の栄光に挙げられた聖マリア、憐れみの母聖マリア、恵みあふれる聖マリア、希望の母聖マリア、人類の母聖マリア、教会の母聖マリア、人たちの母聖マリア、殉教者の母聖マリア、諸聖人の母聖マリア、宣教者の母聖マリア、平和の守護者聖マリア、尊いロザリオの聖マリア、日本の信徒発見の聖マリア、被爆の聖マリア、尊敬すべき乙女、忠実な乙女、乳は謙遜な乙女、幼子を慈しむ乙女、明けの明星、喜びの泉、純潔の鏡、使える者の模範、家庭生活の喜び、照明の保護者、キリスト信者の助け、悩み苦しむ者の慰め、病人の希望、闇の中の道しるべ、罪人の拠り所、移住者の拠り所、弱く貧しい者の友、心の支え、臨終の時共にいてくださる方、世の罪を除かれる神の子羊、世の罪を除かれる神の子羊、世の罪を除かれる神の子羊、慈しみ深い神よ、私たちにいつも信仰に生きる力をお与えください。聖母マリアの取り次ぎによって今の悲しみから解放され、永遠の喜びを味わうことができますように、私たちの主イエスキリストによって、アーメン。慈しみに満ちた乙女聖マリア、あなたの保護により頼み、あなたに助けを願い、あなたに救いを求めた人が見捨てられたと聞いた人は、この世にはいないということを思い起こしてください。乙女の中の乙女である母マリア、私はあなたに深く信頼し、あなたのもとに駆け寄ります。私は罪人ですが、悔い改めてあなたのもとに参ります。御言葉であるイエスの母マリア、私の切なる願いを軽んじることなく、優しく耳を傾け聞き入れてください。アーメン。お立ちください。
皆様このお祈りに参加してくださったすべての方々に心から感謝申し上げます。コロナのまん延防止の対策をしっかりしなければならないのはもちろんですが、これからも世界中の人々と心を合わせて一日も早い収束を祈ってまいりたいと思います。それでは最後に主の祝福をいただきましょう。主は皆さんと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。新型コロナウイルスの世界的流行の収束を願うロザリオの祈りを終わります。行きましょう。主の平和のうちに。アメン。